野口清は、日本の政治家。元大阪府岸和田市長。大阪府立岸和田高等学校卒業。1964年3月、立命館大学経済学部卒業。同年4月、岸和田市役所に入所。1999年4月、岸和田市役所の収入役に就任。2005年3月、同市役所を退職。 2005年11月27日執行の岸和田市長選挙に無所属で出馬。大阪市立大学名誉教授の谷口誠、元岸和田市議会議員の名野久都式、元岸和田市役所職員の西川治村3人の候補者を破り、初当選。得票数は、野口3万910票、谷口2万6827票、名谷、 2 661票、西川4373票。投票率は52.66%。同年12月15日、市長に就任。2009年11月29日執行の岸和田市長選挙に自由民主党の推薦を受けて、無所属で出馬。会社役員の西出秋を接戦の末に破り、2期目の当選を果たした。 野口三万36,902票。西で34,295票。投票率は45.27%。2013年4月17日、翌年末のケーリングランプリ2014の誘致に成功。同年の7月31日、次期市長選挙には出馬しない意向を表明した。2014年春、朝日小綬賞。ありがとうございます。